オッケー。いや、四天同士がマジで強すぎるかな、結構。結構ね、早く済んだ気がする。普段のバトルより。さすが四天同士様やな。お前、仲間にならないか。仲間にならないなら殺す。もともと鬼やからな。仲間になるとしか言いようがねえわ。さあ、これで3つ全部やったかな。さっきの自販機はね、だからさ、前の一つ二つはさ、番長くんとか、吹雪姫とか懐かしいやつだったけど、さっきの自販機はマジで知らんやつやったな。サナキビリスの反応はひとまずこれで全部消えたみたいだな。なんとかなりましたね。でもやっぱり妖怪たちの様子がいつもと違ったな。それに力は暴走してんのか、普段より手強かったね。それがサナキビリスの影響ってやつなのかな。まあ確実に広がってるよな。はぁ、姫様。いかがなさいましたか疲れましたか？椅子でも用意しましょうか。総帥子さん大丈夫？ちょっと顔色が悪いみたい。大丈夫。大丈夫。ごめんね。ちょっと疲れただけだから。姫、ゴミを咲いてはいけません。あなたのためならうまいでも椅子にでもなりましょう。椅子を用意するんじゃなくてお前が言ってだったか。さすがだ。な、馬に。姫のためとはいえ、四天童子様か。羨ましい。もう、そういうのいいかな。もう、これはちょっとうまく使おうぜ。総帥子、無理しないで。こっちの方がよっぽど優しいよね。でもなんか一方的すぎてね、ちょっと強引すぎるよ、四天童子くん。そんなキビスの反応はまた押しておくことにして、今日のところは一旦家に帰ってやつも。そうな、最近はいろいろだったし、今日は解散してみんなゆっくり休もうぜ。まあ、ゆっくりアイスでもガリガリくんでも食べながらね。みんな、ありがとう。四天童子。では姫、私がご自宅までお送りいたします。宅配便やん。暑いんじゃお前は。暑苦しいんじゃ、ステンドージ。ついてくるか。ね、坂見くんは一緒に私で帰るってば。いえ、姫が増えるなら地獄の果てまでお供いたします。まあね、ありがたいけどね。なんかお腹空いたな、いつきたち。もう夕ご飯食べちゃったかな。殿、拙者はおにぎりが食べたいでござる。おにぎりか。一番好きな具はいくらですかね。マキネちゃん、一緒に帰ろうよ。ちょっと待って、途中まで一緒に帰ろうか。そうそう、パパはもう心配そうな時間だもんね。おっしゃ、二人きりの時間ゲッチュ。サルゲッチュ。先生、姫、お帰りになりますか。春休みが行かれるなら、私もお供いたしましょう。先生も連れてこなくて大丈夫。いきなり家庭訪問なんて、お母さんがどうだくでしょ。そっか、もう一応ね、見てくれ上は先生だからね。お、トイジャーハンターのお兄さん。よう、ブラザー。良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？これはもう下げて、悲しい心、下げすんだ心を良い知らせで癒すっていうパターン。おい、選択権ねえのかよ。なんと私は写真が見つかったんだ。アプリに送ってから、よっちゃっけら。そして悪い知らせだが、追い求めるロマンが増えちまったってことだ。クレイジーなんだ。クレイジーボーイ。サンキュー。新しい写真プリーズ。あ、これ中学校じゃん。もう中って書いてるじゃん。ためになったねえ。ウィスパーがずっとこっち見つめてくるわ。あれ、これあれじゃん。の、まさのいのところじゃん。すごいなんか。新しい。これ住宅街とかかな？なんやろ。定食。蕎麦うどん。わかんない、これは。でも、あれじゃね？ここじゃね？ここじゃね？もしかして。この前のさ、タコの下にあったやつがさ、結構ない、マキシマムゴッドとかの、結構さ、いいやつだったからさ、次もね、いいやつ欲しいんだよ。これあれだよね。完全に真っ青のりじゃね。のいね、のいね真っ青り。ここら辺でしょ？多分ここら辺だよね。お前、道マーク見つけたわ。こんなとこに。やっふー！あは！いつも、また見つかっちゃったね。ありがたい、道。あ、そんなあるんや。お、なんか追加で？ミニ経験値玉。まあ、ありがたい。ありがたくはあるけどな。ちょ、ね、トレジャーハンターのやつ、これ、ここじゃねえのかな？合うと思うんだけどな。この辺なんか、丸ボタン連打してたら。なんか手に入んねえかな。あのタコのやつとか結構わかりやすい場所あったんやな、そう考えると。なんか木の枝がね、あったから多分この辺だと思うんだけど。こっちとかかな？じゃ。なさそうだね。ちょっと違うのかな？まあいいや。ちょっととりあえず一回家帰るか。あ、お疲れ様です。お先に失礼します。みんな定時で帰ってね、ちゃんとね。行くか。いや、Cランク行けばさ、あの下の明日が解放されるとね、るっていうのによ。いや、ちょっとこればっかりは、早く Cランク解放してな。いや、マジでね、パフェが手に入らないんだよね。何回やっても。何回やっても何回やってもパフェが食べれないよ。
おばばにね、熱々の甘々のパフェをプレゼントしたいとこだけどな。あの、坂上くんどこまでついてくるの？先生もついてきてるし。どうかやね。何をしゃます姫。あなたの行き先ならば、どこまででもお供します。だから私は姫なんかやらないってば、逆になんか、こういうのをさ、うまく使って、あの、支店同士のお金でさ、ちょっと松茸とか、100本ぐらい買わせてあろうぜ。何でもしてくれるぞ。それは困ります、姫。あなたこそ、我ら鬼族の希望なのですから。で、マネほどの強いパワーを普段から使うようになったらやべえよな。どうしてそこまで姫にこだわるの？確かにずっとね、最初から言ってんもんな。かつて鬼族は最強の主家様のもとに屈強な戦士たちが集い、妖魔界を治めていました。しかし、突如現れたその中により、多くの戦士が死に行きました。罠だけのせいで、じゃあ姫も死んじゃったってことかな。はい。そして戦士を失った鬼族が没落し、妖魔界の主役権は他の種族に奪われたのです。姫を覚醒させ、鬼族が再び妖魔界を支配する。それが我ら鬼族の祈願なのです。そうだったんだ。多くの仲間を、まあ、だいぶ宿敵に相手って感じだよな、そんな気は。ですから姫、一緒に妖魔界を支配しましょう。事情は分かったけど、私は覚醒も支配もしません。とにかく、ここから私一人で帰れるから。しかし、もう姫がそう言ってんだから、もう、おとなしく下がりな。聞きな、その場から。しかし姫、随分とお使いのご様子ですので。もうここまで大丈夫。お、出ましたね。王様、だーでだ。姫、だーでだ。漱石こら。うわぁ。だでや。妖怪か？またマグロ丼じゃねえだろうな。うわ。うわぁ。待って、メジータ。これメジータじゃね？いつもの。いやぁ。主天同士。助けて。お、先に入ったのは洞穴でした。洞穴先生？お逃げください、姫。だいぶ強そうだよな、ね。うわぁ。うまい。感染すんのこれもしかして。しまった。洞穴。どうしたんだ？ぐわぁ。やばい。結構洞穴強いぞ、これ。仲間になってはないけどさ、一応 S ランクレベルだよな、これ多分。洞穴、お前。ふっふっふ。気安く私を呼ぶな、四天童子よ。やだぁ。仲間でなんてしないで。姫を守ることもできず、人間たちから妖精剣を奪い取ることもできず。それでもかつて、その強さと残忍さで妖魔界に直し出しめた、あの四天童子か。なんだと？姫を覚醒させ、妖魔界を支配する。それが我ら鬼族の悲願。その使命、お前が果たせるのなら、俺が代わりにやってやるってか。いいやつやな。四天童子、お前の。ひぃ姫を思いせねば、ボディーガードは任せたぞ。SP! よかどう。来い、洞穴。やめて、私のために争わないで。あ、一緒に戦うのね。OK です。一緒に四天童子戦うのね。ちょっと、やべえな。これはちょっと今までの新米妖怪とは、格が違いそうだな。あ、一人でやるんだ。よーし、やってやるぜ。もうグレートか使っちゃうぜ、こうなったら。XA。本気を見せてやるぜ。こっちの方が強いんだぞ、お前。俺の方が強いんやで。じゃあ、これちょっと時間ギリギリになるまでちょっと使って、時間ギリギリになったらちょっと鬼シグも使いましょうか。あ、使えない。そっか、この技だったんだってなっちゃう。鬼シグレ。シグレ。また、パーフェクト、お酒飲め。に、アルコール度数 42%。そう、決戦にはどうする？ね。難しいよね。ほら、ナイス、へっちゃら、なにが、もう技避けですよねよね、これ。避けですよね、避けですよね。避けなくていいですよ。あー、やばい。ちょっと強いね。やばい、ナイス。どう、あれだね、もう、アーマーついたの強いな。まあ、さすがに、容器の吸収はできないよな。まあ、妖怪だから勝手にね。頼む、あとちょっとだ。もう、うまい具合にやってくれ。あと何事もない。やばいやばいやばい。これさ、ちょっと、アイテム解釈していいっすか？持ち物。よし。食え。食らえ。勝ちたくば食らえ。勝ちたくば食らえ、この、照り焼きチキンバーガーを。いや、いや、違うな。お前にはもっといいものがある。明日も醤油ラーメン、一杯、ごちそうさまでごわす。じゃあ醤油ラーメンで、ちょっとうまい声やってくれ。まあ、これぐらいはいけ、あとはもうご助手しても大丈夫でしょ。ご助手してもいいよ。
危ない、当たった、当たった今。で、その吹き際にやってくると。ゴリ押せ、ゴリ押せ。あとゴリ押せないか。チップステップ。いいね。ナイス避けだ。ナイス避けだ。いいね。またもゴリ押していけるでしょ。はい、はい、はい。ゴリ押せ、ゴリ押せ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。いいね。ダンス、あの時に当ててよかった。よし、ケイ。これで治ってくれるといいんだけどね。これでおさらばってことはなしよ。おさらばはなしよ、洞穴ちゃん。私は、すまんない。すいません。あなたのせいで。あなたね、悪くないね。あれ、溶けてない。溶けてないぞ。それほどでも。照れるじゃねえか。本気を出してってことか。諏訪岳の目的はなんだ、妖怪のまあ、世界の滅亡って言ってたもんな。こうやって自決させるみたいな感じなのかな。お前は失うには惜しい手駒だ。取り付いた空なきウイルスさえ排除できれば。うん。お、どうしたの？なんか横から来たね。あ、そういうことか。油断しちゃったか。この男はもはや手を。手こださ、洞穴そう思ってたってこと少なからず。貴様、空なきか。あ、マジか。あ、今のこう思ってな、吸わなきゃって、洞穴が少なからず、ここのどっかで、視点同時、や、変、もう、用済みや、みたいな風に思ってたってわけじゃないよね。私が憎いか。吸わなきか。いいぞ。もっと憎むがよ。もっとぶったたけ。貴様の憎しみが強ければ強いほど、私が取り込む力も大きくなるという。視点同時って、どういうことだ、対応してんのか。なれ。いやー、憎しみの力がサウナの力を生み出したってことか。やばいな。憎しみに飲まれて消え去るなよ。漱石公は何してるんや。そうすれば鬼姫の力も探しやすくなるという。ここにいるわよ。ここにいるわよ。あれほどの力を使いこなせるわけもなかろう。いや、そんなこと言うね。姫にだけは手出しさせんぞ。守って四天王寺さん。その体で私にかなうと思っているのか。もうボロボロやで。大丈夫か。お、洞穴が頑張ってる。まだ意識があるというのか。洞穴が頑張ってるぞ。スーパー洞穴人になっちゃう。大丈夫か。なんとか、いや、なってねえな。まだまだ力抜けてないか。先生って呼んでくれるんですね。凍結。大丈夫か。いや、まだ抜けてないな。様え、覚悟を決めるのです。凍結を倒さないとやダメなのこれ。空なきなどに姫を奪われてはない。ダメだよ。私が抑えているうちに。いや、ダメダメダメ。見事空なき先生、先生ダメだよそれは。そんな他にな、でも今までの神魔妖怪も倒したらなんとかなってんだじゃん。ダメなのかな。でも今だけちょっとダウンさせて後で回復って感じ。体は消滅しないよね。大丈夫だよね。今思ったけど、四天王寺のこの帯かっこいいな。太鼓叩きそうな帯して。すまぬ、凍結。蹴るしかないのかよ。峰打ちじゃダメか。いやー、凍結。いやー、この、いや、マジで終わり？死んじゃうってこと？やめてくれ、凍結。四天王寺様、無礼な言動の数々。お許しください。宝剣殿で一緒に戦ったじゃん。玄武を手に入れるために一緒に。いいやつだと思ってたのにな。分かっている。やめてくれ。目的のためなら。部下の命など切り捨てる。それが本来のあなたのはずでしょう。情が湧いちゃったんだよ、お前っていう従順な部下によ。覚悟を決めてくださった。妖魔界を鬼族の手に取り戻す。そのために洞穴はそれでいいのか。姫と、そして鬼族の未来を。本当に四天王寺に尽くしてたんやな。この命、
我が主のために捧げられて、本望です。ちょっと唐突すぎるよ。そっか、あんなに仲良くしてたのにな。学校はどうすんだよ、凍結。お前の思い、しかと受け止めた。まあでも、凍結の分もね、ちょっと、それなき、これは倒さんといかねえな。我ら鬼族の悲願。ああ。そしてお前の仇も、この手で必ず。これはなおさら、倒さねえといけなくなったな。凍結のためにもな。貴様だけは絶対に許さん。俺も許さねえぞ。顔に落書きしてやるよ、もう。おでこに肉って書いてある。ああ。いやー、凍結も二度す。マジか。私をかばったせいで。でも、漱石公がこうなるようには良かったのかな。凍結も、まあ、本望だったのかな。凍結先生が、諏訪泣きに。高見くん、主家は鬼族再起の妖怪だったって言ってた。私が覚醒して主家の力を使えるようになればみんな守れるかもしれないんだよね。でもあれマジで強かったもんな、覚醒状態。でもあの時、坂見くんが圭介を狙った時、私、自分を何したのかよくわかんなかった。なんか勝手にね、まだ自分の力をコントロールできてないってことなのかな。もし完全に姫として覚醒したとしたら、私の力でなんとかできるのかな。でもその時、私は私のままでいられるの。でもみんなにはこのこと言ってないもんな。あ、お父さん。ほうたくんや、むきちゃんちゃん。私のお父さんとお母さんも昔はいろんな冒険をしてきたんだよね。でも自分の身が、こういう感じで、なんかね、変な力を持ってるっていうことはなかったよね。お父さんたちだったら、こういう時どうしてたのかな。まあでも出会いと別れの繰り返しやからな、妖怪ウォッチは。1とか2でも一度はね、ミスパーたちと別れてたもんな。からのこの軽快な BGM。まるで今までのことがなかったかのような。でも妖怪の記憶ないんじゃなかったっけ、フォータ君たちって。なぜか。原因はわかんないけどね。久しぶりですね。アイス美味しかった。いや、やっぱマキちゃんだよね。マキちゃんの風貌だったもんな。ん？どうした？漱石公。ちょっとね。漱石公？あ、漱石公、何があったの？ちょっと元気ないんじゃない？漱石公、あまり無理しすぎない方がいいよ。無理しすぎると疲れちゃうからな。まあ、そうやね。まあ、よりお父さんは、フォータ君はもう歳になって、もう疲れが溜まってるんでしょうね。身に染みるぜ。お父さん、今日も言うこと普通だね。普通がいいんだよ。まあ、いつも通常運転ってことよ。ねえ、お父さん。もし私にしかできなくて、でも全然普通じゃないことがあったとしたら、私、どうしたらいいと思う？そうだなぁ。でも、漱石子は本当にやりたいことならやってみればいいんじゃないかな。中身ない。たとえ全然普通じゃないことでもさ、でもこうやってなんか身近な人に言われるっていうだけでもだいぶ違うもんな。ええ、それがどんなことだったとしても、漱石子は決めたことなら、パパもママも、ケイスケもみんな漱石子を応援するからね。おかっぴー。お父さん、お母さん。応援してくれてるんだな。お父さんも昔はいろいろやったもんだな。あっちこっち友達と冒険したり、秘密基地を作ったり、懐かしいな。友達ってこう妖怪、チバニャンとかのこと言ってんのかな。うふ、本当に懐かしいわね。いろんなことがあったな。いろんなことって、例えば？それは、秘密よ。まあ、イチャイチャしてたわけですよ、二人でね。お父さんたちが子供の頃はよく変わったことが起きてたもんだな。確かに、フォータを見てるとそうかもね。ケスケ、今なんか言ったか？いや、なんでもないよ。あれ？なんか記憶が関係ねえか？今のは違うか？お父さんお母さんありがとう。やっぱり二人に聞いてみてよかった。あの、ケスケは妖怪のこと知ってるもんな。でもまあ、解決にはなってないと思うんだけど、まあ、応援、ね、心の支えになるよな。私が本当にやりたいことか。私が学生生はもう誰も傷つかずに済むの？まあでも、ノーディスクであの力を手に入れられるんだったら、とんでもないことよな、それは。人間と、妖魔界を守れるなら。妖魔界は、わらわが守る。これ、漱石子じゃないのか、あの姫の力は。別人格？今のは？
やっぱその主家様が、の人格が体に入ってるってこと？あ、カミングアウトしちゃうんだ。まあ、凍結もやられちゃったもんな。そうせっこ、今なんて言ったの？だから、なこと言われてもな。もうちょっと具体的に言わないと。人間界のみんなも、妖魔界も出るなら、私覚醒して、そうなくて戦いたい。だからみんな、私に力を貸してほしいの。姫、ついに覚悟を決めてくださったのですね。なんでお前までちゃっかり言うんだよ。ここ俺んちだぞ。もう妖怪探偵団としていいんじゃないですか、入れちゃって。ね。そうせっこ、本当にいいの？危ない目に遭うかもしれないのに、そうせっこじゃないとダメなのか？ダメなんですよ。でも、そうせっこさんが本当にそうしたいなら、やってみてもいいんじゃないかな。図らずともお父さんと同じことを言っている。うん、そうせっこさんが決めたなら、私たちで応援してあげたいな。お父さん、お母さん。単独やべえな、小学生なのに。二人ともありがとう。でわかった。そうせっこはそう決めたなら、僕たちも協力するよ。あ、持ち込みだって。でもなんで急に覚醒するなんて言い出したんだ？確かに、それが、実は、あ、そうか、凍結のことまだ言ってねえもんな。かっかくしかじか。メジータが、凍結を。え、凍結がやられた？うん。そんな君ですに襲われかけた私をかばって。そんな、ひどい。凍結は、自分の使命を果たして前のこと。姫がお気になさることはありません。でもさ、凍結さんは仲間だったんでしょ？まあでも、多少ないとも心にダメージはあるよな。後悔をしてんじゃ、してないかな。坂見くん。吹っ切れてないのか。私が覚醒を決意してくださったなら、私もあなたと共に行きましょう。必ずや。世の中が姫の力を狙っていると分かった今、この命に変えても、私があなたをお守りします。姫、私の力が必要な時はいつでもお呼びください。これは、主天道寺が？きっとー！これほど心強い妖怪が飼っていただろうか。妖怪役を大切にしまい込んだ。へえ、このタイミングで仲間になるんだ。なんか最後の決戦って感じしない？これ。ええ、ちょっと、ソアナキの決戦近いんじゃない？これ。あ、じゃあストーカーにしたいと思います。こんなにね、仲良くなってるけど、元はといえばお前ずっとソーセコのこと後ついてたからな。お前、私が姫だと分かった時に、途端にね。ありがとう、坂見くん。まあでも、これは非常に心強いよな。主天道寺が仲間か。敵だとおっかないけど、味方なら100人力だな。まあでも、力を貸すのを、勘違いするな。俺は姫に使うだけだ。停電になって、一緒に創石を守ってくれよな。そうだね。その木が主家の力になっているなら、僕たちも全力で創石を守るから。でも、あの洞窟がやれるほどだ。みんな、慎重に行くぞ。急に団長ポザ出してくるやん。よしさてと、そろそろいい時間だし、今日は解散して、また明日集まろうぜ。みんな。あ、みんな、ありがとう。みんながいれば、世界だって守れる気がする。まあね。いや、ここに、もう妖怪の力が揃ったね。こちらです。お。なんと、これは見事な。この世界に、これほど美しい場所があるとは。ね、タイムカプセルで見に来たの。こいつはすげえな。なんかエンマだよ、みたいな人もな。連れ出してくれたこと感謝するぞ。これやかな、この木の下で告白すると実るみたいな。何よりです。三角関係かな。そなたの誘いがなければわらわがここに来ることもなかったであろう。もっとまだ見ぬ世界を見てみたいものだ。じゃあ見せてやろうか。それがあなたの願いなら必ず。ああそう。頼もしいな。そなたらがいれば叶うかもしれんの。いや、空泣きはあなたの望むままに。空泣きはだいぶいろんなものを奪ってったんだな。まだ参りましょう。この大樹のもとに集まることはなかったのか。その日が待ち遠しいの。ええ、主家様。それが、これが空泣きに奪われた幸せか。また夢。でも今のは幸せな夢だったよな。あれは、私？主家様、ダムって言ってたもんな。横にいたのは、誰？お供みたいな感じかな。でも鬼族だから角生えてたしな。まあ、側近みてえなもんだと思うんだけどな。そんな、まあでも重要キャラだよな。もっと過去に行けねえかな、サナキが出る前の。おはよう、みんな、そうだみたいだね。マキちゃんちゃん、おはよう。で、これからどうすんだっけ？確かに。ソンセコさんが覚醒するためには5本の養成剣を揃える必要があるんだよね。
僕が持っているのは朱雀蒼天山と玄武宝天符、それと不動大名剣の3本だ。不動大名剣ちょっと影薄くない？最近不動大名剣は使えなくなったままだけど。何？使えないだと？まあいい、まずは養成剣を据えてから考えるぞ。芦田五縁までは俺が持っている、これで4本だ。そして残る最後の養成剣は玄武魔人白虎の出た、白虎大霊槍、とうとう四聖獣の聖竜、あ、聖竜も仲間にいるもんね。これで全員揃ったって感じか。白虎大霊槍、やり方の養成剣ってことか。一体どこにあるのかな。それについてはすでに洞穴が調べていた。遺産。白虎大霊槍は妖魔界の奥深く、深い木に包まれた秘境、霊剣林にある。霊剣林。鍵はこいつだ。食えてやる。あざーす。もういいんだね、そうやって。もうキャッチボールみたいな感じで、その雑に扱っていいんですね。無形の悪霊剣を手に入れたとは。さすがはハリアだな。視点どっちなんだっけ？あるぜ。おい、気安く呼ぶな。もう恥ずかしがっちゃってね。いいじゃんか、もう仲間になったことだし、俺はノイノイマサオリでいいぜ。ノイノイ、ノイノイ、ノイノイマサオリ。霊剣人の鍵はどうやら商店街の手に反応しているようだ。え、風景の扉が、なんで商店街なんかに？まあ、いろいろあんだよ。これまた不思議なとこにあるな。さて、ハリアも入団したし、新妖怪探偵団、出陣発進。おい。行くぜ。王がすげえやる気なかった。ごめん。まだ発信の方がやる気あったよ。もっと私と合流したと。扉探して霊剣に行きましょう。それにしても、どうやって鍵を見つけたの？それは、大人の事情ってやつだよ。このタイミングで、渡さないとね。これ探す時間もかかって結構、子供たちが大変だからね、っていう。じゃあちょっと、今回、いや、ちょっと商店街まで行くか。パフェどうしようかな。いい加減、そうそうさ、パフェゲットしないとさ、ちょっと B ランク、あ、これあれじゃね？あれじゃね？次さ、商店街の時行くときにさ、前行きますか。もしかして商店街、この、アークの扉開くときにさ、B ランクに上げる必要があるんじゃね？ね。そろそろそんな気がするぞ。なんかそういう、ね、前のさ、なんだっけ、C ランクの、ウォッチランク C の時もさ、宝典、玄武のやつか。あれをゲットする時もさ、あれだよね、確か。妖怪、ウォッチランクをさ、なんか上げる鍵みたいなやつあったもんな。で今回もおそらくそれと同じものがあるんじゃねえかなって勝手に思ってます。ガッと。アイテムが食う時もあるし、普通に妖怪が出る時もあると。妖怪か？そんなピンとこんやないかい。挑まないとどうなんだこれ。あ、消えちゃうんだ。へえ、いいことしたね。まあ別にいいことでもないけど。まあまあまあ。これもなんかクエストさ、ずっとクエスチョンマークだけど。これちょっと妖怪、これ、あれじゃねえ、もう。もう、やっぱり。ん？なんかあるね。封印がありますね。ちょっと B ランク解放するか。やっぱそうなるよね。こんなとこに会うなんてね。よし、余裕でガチッと封印されている。このタイミングで食うと思ったんだよ。え、パフェゲットしてーぞ。ほら。あれさ、マジで動画の外でもさ、何分、結構何十回かやってんだけど、一向に手に入んねんだよな。確かの、宝剣殿っていう玄武がいた場所の、キュンシーとかズッキュンシーが低確率で落とすらしいんですけど、あれマジで手に入んねえよな。マジか。ちょっとじゃあ次の動画前にあれですね、B ランクに上げときますね。ちょっと、こいつに話しかけて終わるか。そこの人、僕の、あ、違う。これさ、ちょっと待って、砂尾の方行こうぜ。あ、その前に自己紹介はせんといかんねえ。僕はジャハボ、オウムタってところから来た大事な化身杯。オウムタをいろんな人に知ってもらって、オウムタを盛り上げるのが僕の役目、タイ。博多の人ですかね。それで大事な友達の王子に誘われて、ヘビワングランプリって大会に出ることにしたと、タイ。その大会で優勝すれば、大牟田にもっとみんなが来てくれるはず、バイ。でもそれでちょっと困ったことがあるったい。よかった、そうやってくれんね。ごめん、ちょっと博多弁の人。あ、大甘いちご、豚骨ラーメン、みかん。結構、美味しそうなやつあるじゃん。いいね。ちょっと博多の友達おったけど、あんまり話したことなかったからな。よかった、助かったばーい。実はヘビワングランプリの会場の場所がわからんとたーい。そこで何中学校ってどこにあるか教えてばーい。それなら、そこのゲートをくぐってまっすぐ行くといいわ。ありがとう、早速行ってみるたい。ヘビワングランプリで大牟田のいいとこ広めてくるばーい。大会は中学校の体育館でやるけな。よかなら見に来んねー。ヘビワングランプリか。ちょっと様子見に行ってみようかな。このタイミングでですか。意外とのんきですね。って言いたいところだけどね。
ちょっとじゃあ、間、砂尾のやつ、砂尾のクエストクリアしようぜ。そういえばね、ここら辺の、なんだっけ、妖魔界で、B ランクに上がるアイテムが売ってるって言ってたよな。ちょっとここら辺も、行っとかないとね。ん？上？上か？こっち？あ、こっちか。ん？どっち？ん？ここ？ここやね、多分。あ、そうそう、ここ、ここ。わっかめくんがいいじゃないですか。ごめんなさい。観光で来たんですけど、少し見学してもいいですか？いらっしゃい。この辺りじゃ見ない顔だね。うちの店でよければ好きなだけ見ていってよ。どうせ暇なんだろ。初めてのお客さんにはご相談ってしちゃうパネイン。え、いいの？初回限定、これは、あ、いや、2回目以降すげえ高くなるパティンだよ。もちろんだよ。何がいい？キーマカレー。カモセイドそば。え、でもサブのラーメン。サブのラーメン。お、大盛りでごわす。はい、ご注文いただきました。すぐに作る、待っててね。ズンノーマンのところでも手に入るけど、ここでも手に入るのかな？それがこのクエスト限定かな？お、コマさんズだ。ホンギー！いいね。この BGM いいよね。懐かしい。なんか懐かしい感じなんだよな。おいしそうな食べ物がいっぱいさね。どれを頼むか悩むつだ。私は今までにしたよ。私は地獄のサブローだ。渋いね、ソゼコちゃん。僕、借金おにぎり一つ。スイパーさん、消食でいいの？消食なのか。うん、僕、消食だから。そんなこと言ってたら、背高くなんないぞ。スイパーってほんと、昔からあんまり食べないわよね。私はそう、スイパーくんの昔をして。ダメダメ、男の子なんでしょ？あ、やべ、ダメダメ、男の子なんでしょ？遠慮せずにもっとガツンと食べないと。サブローラーメン一丁。いや、でも僕、ほんと、つか、ソーセキコちゃん、サブローラーメン三つってやべえな。いや、でも僕、本当に、じゃあ、セイバーには、地獄のサブのラーメン、大盛りを追加で。ソーセッコ？でもこれ、食えなくてさ、残すよりかは、まだおにぎりの方がいいのかな。それと、セイバーさんにデザートつけてあげて。マクちゃんちゃんまで？そんないっぱい食べるなんて、セイバーは食いしん坊主だね。兄ちゃん、これは食いしん坊とはちょっと違うと思うんだよ。まあ、これはちょっと、肉体改造。せっかくさ、鬼の、肉体憑依とかできるんだから、セイバー君自身がもっと筋力つけたら、憑依した時の能力もさらに高くなるんじゃねえかなと思いますけどね。はい、ご注文の品ができたよ。召し上がれ。わ。ありがとうずだ。嬉しいぞ。いただきます。合唱。地獄のサブローラーメンを3個手に入れた。麺伸びる前に食べねえとな。もうあれだよ。野菜とかチャーシューばっかで、麺が見えねえじゃん。あー、美味しかった。お腹いっぱい。セイバー君大丈夫かな？次はガシャランドかな。肌こなしに遊びまくろう。うれしい。うもう食べられないでごわす。まあ、セイバーくん、ちょっと、これは、あれだ、しばらくいらなそうやな。しばらくご飯はいらなそう。うわ、ガチャランドか。まあ、あれだ、あれゲーセンみたいなもんよ。流氷キャッチャーとかねえのかな。でもガシャランドだからガシャし、おお、ガシャドクドいるじゃん。あ、いいね。このとこにいたのか。いいね。ガチャが3つ、そんなにあんのか。運が今日は目を覚ました。いいね。いつでもガチャし放題って感じか。妖怪ガチャ回しますか。これは？あ、古びたコイン1個だけか。あ、じゃあこれはね、いつ種類変わんのかな。妖怪ガチャ回しますか。これ種類は？あ、ちょっと変わって、あ、これあれじゃない、未来とか現代のやつかな。このさ、透明のやつ回してるやつは追い回していいのかな。あれ？あ、吹雪夢だ、これは。これ回していいんだ。あ、後ろの妖怪ガムシ？いいんだ、これ。あ、ブリー隊長の金婚か。まあでも、いや、もうちょっとさ、一気に溜まってから、コイン溜まってから一気に引こうか。あ、過去と、あれか、現代ってことか。なるほどね。じゃあここに来れば、全部のやつ大体引けるんだ。おもろ。ガシャドクド。お前は何をしてるんだ。ポールダンスみたいな感じかな、やってることは。どうなんだろう。ずーっとぼーっと突っ立ってるけどね。ここ？あ、あれじゃん、派手女じゃん。こんにちは、遊びに来ました。ガシャランドなんてようこそ、人間のお客さんだって珍しい。よし、これも何かないんだ。ガシャコインをサービスしちゃおう。え、いいの？もちろん、さ、好きなガシャコインを選んじゃって。ルビータコイン、あー、なるほどね。ガシャコイン3枚か。なるほど。欲張っちゃおうぜ。一つ星コインはね、ちょっと、まあ、いいお金も手に入るけど、まあ、それだったらね、ちょっとでも確率増やして、試行回数増やしていこう。じゃあ、目いっぱい運試ししてきてね。グッドラック。I'll be back. ガシャコインを3個手に入れたと。今食おうぜ。いいか、一番たくさん大当たりを出したやつが勝ちやからな。そんなポンポン引いちゃっていいのかな。望むところだ。ガシャの勝負には絶対に負けられない。
みんな楽しそうだね。一体何をしてるんですか。うちが一番ガシャでゴーザイを出せるか勝負するらしいっすわ。もげー楽しそうだ。お見合いですな。よし、コマさんも勝負だ。負けないぞ。この中で誰が一番最初に S ランクを出すか勝負や。セイバック何してるんや。受付でと、ナンパか。セイバックナンパか。ナンパしとるよ。あ、出なかった。顔がわかりやすすぎる。どうだった。大当たり一つも出なかった。俺も、まあ、店側が得するようにできてるからな、こういうのは。同じく。やっぱガシャはコンプリートセット買うのがいいかなって思うけど、こういうなんか確率をね、楽しむのも、ガチャガチャ魅力ですからね。おめでとうございます。あ、シーバーくん。お客様、またまた大当たり。もげーフィーバーが止まらねえすだ。姉ちゃん、すごいすだ。全部大当たりすだ。さすがやな。こんな強運キャラだったっけ、コマさんたちって。そろそろやめよっか。いまいち女性勢はついていってな、いけてなさそうやな、このノリに。このビッグウェーブについていけてなさそう。すごいな、コマさん。ただものじゃない。まあ、もらったガチャは後で引こうか。すぐに機械、俺たちって。次は予定だいもんだな。気分を変えていこうぜ。だいぶね、しょうがないでよ、ベイベー。まあ、その分はね、俺が、このフォーマーくんが、あれですよ、あのガシャコインもらったね、3つのガシャコイン使って、もう S 級妖怪ゲットしちゃうから、泣くな。泣くな、フォータ。泣いてねえけど。ああ、でもガシャコインこのタイミングで3つ手に入るのありがてえな。ごめんなさい、観光で来たんですけど、少し見学してもいいですか。おお、もちろんだ、好きな県見てくとよい。なんならわしが案内してやるぞ。こう見えて、わしは妖竜大門の管理人じゃ。やった、お願いします。これあの、玄武将軍はですね、二つの妖怪が合体してできた妖怪なんですよね。これ、妖魔界の観光名所の一つ、ヨーデル大門。見てくれ、この巨大な門。妖魔界で最も大きいと言われている。まあ、スカイツリーみたいなもんか。そして、その奥に見えるのは、閻魔宮殿だ。大きい。おー、これまた、とんでもなくでっかいな。遠くから見ても大きかったけど、近くで見ると迫力がすごい。スカイツリーの横とか、真横に行くとね、もう、首をね、もう90度直角に曲げてもね、上が見えないんですよね。すごいよ、でっけ。こんなに大きなものが必要だなんて、ここを通る妖怪もきっと大きいですわね。姉ちゃん、いかなでも捨てはないですな。でも、苦労人とかいたからね。あ、そうなのみたいな。あ、コマジュー変なちゃちゃいるなよ。しらきるすだ。そんな口悪くないよ、コマさんは。それにしても、今日はたくさん遊んだな。こんなに遊んだの、久しぶりかも。みんな今日私と一緒に遊んでくれてありがとうすだ。でも楽しかったぞ。また遊ぼうぞ。そうそう、みんな、またみんなと遊べるように、俺の枠をあげるぞ。ええー、ありがてえ。これでね、シャドウサイドとかのコマさん、コマジューと一緒に、まあね、現代の、この可愛いね、可愛いコマさんとコマジューのね、アークもゲットできると。コマジューの、可愛いね。コマさんとコマジューはやっぱ、この、妖怪落ちてさ、色違いの、妖怪とかいるけど、このコマさんとコマジは本当に、その色違いをうまく使ってね、兄弟設定を突っ込んできたのは、もうさすがとしか、匠の技だよね。じゃあ、ギャンブラーにしたいと思います。もうね、ガチャで、先ほど見せたあの、豪運の良さをね、豪運を、ちょっと今後の生活にも活かしてほしいなっていうふうに思います。ありがとう、コマジよ。また一緒に遊ぼうね。ガチャ回復対決、今度は負けないからな。Sランク妖怪出しちゃうよ。バイバイズだー。チームから外したこと、まだ許してないズだよー。怖、コマさん。コマさん怖。ちなみに楽しむ妖魔観光。バッチリ解決。こういうなんかね、悩み事とかっていうかね、なんか、曇り一切ない、こういう明るいクエストもね、たまにはやっていこうね。ちょっと、今のストーリーがちょっと暗めですから。ちょっとね、ちょっとたまには雰囲気明るくしていきましょう。やっぱコマさんたちは癒しだなー。